七瀬さん、俺たちも二人で逃げませんか？え？俺、七瀬さんが誰かのものになるかもしれないなんて耐えられません。高橋さん、時間もないならこうするしか。七瀬さんがお見合いをすることになり、それを阻止するために後をつけていた俺。しかし、お見合い相手の千冬さんとその彼女のアンさんが駆け落ち、七瀬さんのお見合いは破談になった。最初からこうしておけばよかったかもしれない。七瀬さん、俺たちも二人で逃げませんか？あの二人の真似をするみたいになるんですけども、俺、七瀬さんが誰かのものになるかもしれないなんて耐えられません。高橋さん、時間もないならこうするしか。ダメです。え？ダメですよ。そんな簡単に決めないでください。どうして？私はいいんですよ。何も愛着がないので、高橋さんと一緒にいるためなら全て捨てられます。なら…だけど高橋さんは、私といるために捨ててもいいんですか？お母さんや妹の真城さん、会社の同僚さんたちのことを。はい。正直な人。大丈夫です、捨てさせませんよ。でも七瀬さん、他の方法なんて。父のところに戻ります。え、そんな、待ってください。大丈夫です。なら俺も連れて行ってください。どういうことだ葵、もう一度言ってみろ。富士さんは本日の顔合わせに来ません。お見合いは破談になりました。このようなことになり申し訳ございません。七瀬さん、はあ、せっかく高橋に似たやつを選んでやったのに。もういい、顔を上げろ。はい。何やってんだこの役立たずが。お前の母親は男に取り入るのがうまかったのに、なぜ似ないんだ。ちょっと何してるんですか。高橋さん、やめてください。は、次は失敗するなよ。七瀬さん、大丈夫ですか。はい、高橋さんは大丈夫です。葵、いい加減そいつと関わるのはよせ。女はお前しか生まれなかったんだ。役目を果たせ。次なんてありませんよ。七瀬さん。七瀬さん。次は顔を切りますけど、どうしますか。ふざけるな。おい、医者を呼べ。は、はい。緑は今いないんだな。そこのお前、葵を見張れ。かしこまりました。まったくバカな真似を。治るまでお前は家から出さん。七瀬さん、何を。触れるな。誰かこいつを追い出せ。こっちに来い。話してください、七瀬さん。ほら、さっさと帰れよ。七瀬さん、どうして。本気で次は青やる気だった。あんなことして何考えてるんだ。それにどうして最後笑ってたんだ。何か意図があるんだろうけど、死亡時期になってたらどうしよう。これで終わりなんて絶対に嫌ですよ。まったく何を考えてるんだ。後にならないから良かったものの、治療で婚期を逃すようなことするの手間がかかる。政略結婚の道具にされるのが嫌だっただけです。何、まだあんな男と一緒になりたがっているのか。そんなくだらないことを願うな。いい加減諦めろ。俺は忙しいんだ。二度とこんなくだらないことするなよ。いいな。次を見つけるまでおとなしくしておけ。守らなければあれは壊す。見張りは頼んだぞ。はい。ち、何あの女嫁に行こうとしてるんだ。外に出て約束を保護にされたら困る。もうすでに社長を裏切ってるのに、ふざけるなよ。諦めさせるなんて許さない。目的。ああ、くっそ、ドブガチャかよ。金返す。高橋さん、まさかあんなことを言ってくれるなんて。俺たちも二人で逃げませんか。死んでもいいと思えるぐらい嬉しかった。私も誰にも取られたくない。私以外今すぐ捨ててほしい。だけどいつか後悔されて捨てられたら生きていけない。すぐうなずきたかったけど、私が好きになった高橋さんのままでいてほしい。でもまさか盗撮とかまでしてくれるなんて。日々愛は実感できて最高。うおー、眠。ちょっと昼寝するか。なんだよ。別に。こっちはお前がやるはずの仕事を押し付けられて疲れてんだよ。
どうせ誰も確認しに来ないんだし、いいだろう。お前も余計なことするなよ。余計なことも何も、風呂トイレは別だから自由。外部との連絡を取ることも不可能。家の外には出られず、ただタイムリミットを待つだけ。逃げたら終わり。でも私には最後にこの家ですることがある。さっさと済ませよう。父の書斎に入るために誰にも干渉されない瞬間を作るしかない。傷はそのための時間稼ぎ。今回みどりさんがつかないようにして無能を見張りにしてもらうだけ。みどりさん以外使えない人でよかった。みどりさんがいたらここには入れなかった。みどりさんから昔くすねて複製した鍵開いた。目的のものはこの部屋にあるはず。本当にろくでもない父ですね。これ全部どうにかしてやりましょうか。ダメです、動けない。今高橋さんに何かあったら。父は会社を大きくすることに必死で何も見えてない。切り捨てるものはさっさと切り捨て、不利益になるものは金でも何でも使いもみ消し黙らせてきた。その結果が今、有能なら問題を起こしてもいい完全実力主義。父は自分しか信用してないし、蹴落としてきたことも理解しているから。だからあの人は絶対に弱みを外に出さないよう、こうやってここに隠し、誰にも奪われないよう実権を持ち続けるために、女好きでもないのに愛人を作り、後継ぎを産ませている。父のことを尊敬しているのは、みどりさんただ一人。あの人もかわいそう。どうしてあんなに好きなんでしょうか。わかりません。やっぱり、あった。高橋さんからもらったネックレスと高橋さんのデータや写真、見つけられてよかった。これはレプリカの方だけど、高橋さんに関するものは何一つ残しておけません。これでこの場所に用はありません。待っていてくださいね、高橋さん。あとはさっさと消えるだけだったんですけど。どうしたんですか、みどりさん。おいさん、あなた社長のそばにずっといられるようにすると言ったよな。今すぐ約束を守れ。出なければ不要だ。今すぐ死ね。これでもう、この家に用はありません。待っていてくださいね、高橋さん。どうしたんですか、みどりさん。今すぐ約束を守れ。出なければ不要だ。今すぐ死ね。父の書斎から高橋さんに関するものをすべて回収し、さっさとこの家から消える予定でしたが、あの人の秘書、みどりさんに見つかってしまい、今すぐ約束を守れ。俺が社長のそばにいられるように取り計らうと言った約束を。出なければ不要だ。今すぐ死ね。別に殺してもいいですよ。この家にいる限り高橋さんと一緒にいられませんし。ふざけるな。俺がどれだけお前に貢献したと思っている。利用するだけしておいて、一人だけ勝手に降りるなんて許すわけないだろ。そばに使えられる保証がなくなった今、全員消してやる。もちろんこうなった原因である高橋もな。あっ、メガネが。何この鍵、社長の書斎の。昔遊んでもらってる時に借りました。ダメじゃないですか、子供の手が届くところに置いちゃ。くそ。おかげさまで目的も果たせたので、私はこの家を出ますね。約束を破る気か。約束も何も、借りはバレンタインで返したはずです。あの人を裏切ったのはみどりさんの意思でしょ。そもそもあの人に一生使えることを本当に望んでいるんですか。は、そんなことなら簡単に叶いますよ。このまま全て先延ばしにすればいいんです。後継ぎは消して、政略結婚はうまく解消。父の行動を邪魔することになりますが、だけどきっと違うはずです。だってそれだけで満足できるわけないんですから。私、みどりさんには感謝してるんです。高橋さんと交際できたのはあなたのおかげなので。みどりさんにとって一番は秘書でいることですか。それで見てもらえますか。何言って。本当は気づいているはずです、あんな簡単に切り捨てるような男。
いいように使われて終わりです。自分のものになることもなければ、先延ばしにしても寿命的に父の方が先に死ぬ。使えるということは後ろにいるだけで横に立てない、つまり視界に入れないってことですよね。かわいそう。黙れ。怒りました？いいんですか？このままあの人の自由にさせてたら確実に破滅しますよ。その場合あなたも一緒にいられるとは限らない。秘書でいたいならどうするべきか分かってるんじゃないですか？知ったような口を。使えるだけで満足だ。それが生きがいだから、その先がどうなろうとおそばにいられるなら構わない。捨てられても？その場合は俺が死ぬだけなので。好きな人の望みを叶えたい葛藤は分かります。でも意外ですね、所有されたいなんて。執着の仕方的に私と同じ所有したい側だと思ってたのですが、まあ仕方ないか。本当の意味で手に入れたことがないんですもんね。一度手に入れたらたまりませんよ。今以上にその人のことしか考えられなくなって最高の気分を味わえます。羨ましいと思ってるからこんなに突っかかるんじゃないですか？あの人に対しての恩に関係なく正直に動いてもいいと思いますよ。この家の人間は欲しいものはどんな手を使っても手に入れる、そういうものでしょ？ただのストーカー女がまぐれで手に入れただけで偉そうに。それで私は幸せなので。そんなの俺だって。いつか見てもらえるといいですね。ああ、七瀬父の会社に来てしまった。おとなしくできなかった。やっぱり七瀬さん会社に来てたりしないよな。本当にあのまま返してよかったんだろうか。傷も気になる。高橋さん。みどりさん。来てたんですか？葵さんのことですか？あ、はい。来ます。すいません。みどりさんにご迷惑をおかけするつもりは。いいですよ。こちらにどうぞ。え？か、はい。俺は社長が好きだ。別に恋人になりたい意味ではない。ただずっとそばにいたいだけ。あの日から、社長は俺の全てだから。みどりの過去。高橋さん、どうぞ。ありがとうございます。それで、葵さんのことですよね。はい。はあ、葵さんが甘やかすから、また頼ってくるんですね。すいません。葵さんは無事ですよ。傷も後にはなりません。そうですか。能天気そうな顔。ああ、うざい。社長の書斎を漁るぐらいには元気ですよ。え、大丈夫なんですか？俺が急を据えておきました。無事なんですよね？葵さんも迷惑な人ですよ。嫌ならさっさと出ていけばいいのに。でも仲悪い割には協力してくれますよね。それは俺のためでしたから。え？ずっと社長と一緒にいるために。出なければ社長第一の俺がこんなことしません。ああ、みどりさんはあの人のどこがそんなに好きなんですか？失礼ですが、お金で解決したり七瀬さんへの態度を見るといい人に思えなくて。そうですね。え、でもあの方はいい人ですよ。少なくとも俺にとっては。数年前父が自殺した。闇金に手を出し会社の金にも手をつけた結果だ。母もすでにいない。そんな俺を社長は拾い、すべて片付けてくれた。何も期待してなかったのに、社長は俺に色々与えてくれた。年齢的に清さんにつけたかったんだろう。葵さんのお世話係も信頼されてるんだと嬉しかった。とにかく、期待に応えたかった。社長のそばにいたかった。取るな。俺だけの社長が欲しかった。葵さん、見られた。ねえ、それ何のためにしてるの？好きだから。これなら誰にも迷惑かけずにめでられます。ふーん、愛情表現ってこういうことなんだ。知らないから勉強になりました。
あとは今の葵さんの通りです。なるほど、だから似たようなお部屋なんですね。まさかそこまで学習するとは思いませんでした。でも辛い時に寄り添ってくれたなら好きになりますよね。あ、すいません。だとしても気持ち悪いと思わないんですか？別に。そりゃ最初はびっくりしましたけど、思ってくれてるのは伝わりますから。やめたら七瀬さんじゃないですし、それに写真とか意外と楽しいですよね。は？高橋さん、そうやって受け入れてばかりですけど、好きな人と意見が分かれたら相手か自分どちらを優先してますか？俺は相手の願いを聞いてあげたいと思います。だから今回俺、七瀬さんに一緒に逃げようと言ったんですが、断られたんですよね。七瀬さんは自分が犠牲になっても俺のことを優先する人だったんです。それ俺の知ってる葵さんですか？信じられない。そうだと思いますよ。あなたも不憫ですね。家の問題に巻き込まれて別れたいと思わないんですか？ないですね、好きなので。あ、緑さんは何があっても社長から離れたりしませんよね。それと同じです。なんだよそれ、どうしてこんなに思い合えるんだよ。それもそうだ、恋人でもなければ家族でもない、ただの雇用関係で前提が違う。社長は絶対に俺の思いを好意的に受け入れてくれないだろう。別に俺だけが好きで満足だったのに。でもこの男は好意を当たり前のように受け入れて幸せそうにして、腹立たしい。葵さんが余計なこと言うからだ。葵さんに嫉妬するなんて、社長が高橋みたいだったら好きになってない。あれは高橋がド M だから成立するんだ。何されても好き。俺が社長のことを手に入れられるわけないだろ。俺は今のままで十分。あの人に対しての恩関係なく正直に動いてもいいと思いますよ。それができたら苦労しない。そもそも一緒にいるために秘書であることを選んだんだ。抑えろ。欲張った人間がどうなるかわかるだろ。俺はあんな風になったりしない。失礼しま。本気なのか葵？本気です。お見合いもお断りします。今まで父さんの言うことを聞いてきましたが、もう聞きません。この家から出してください。あれ、もしかしてまだ見えてます？七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。